シュート打ちに行く見事そのままゴールネットに行く、ね、最終的にそういったあの弱さが出ましたので、まあ、それから注意したいですね。さあ右を使うルネスシュート先制ゴールが生まれました。開始の4分早い時間に先制しました札幌です。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification